皆さんこんにちは、ペソでございます。桃鉄 V の96年目やっていきたいと思います。はい、まずオレンジカードで、困りしたよね。ここ行けないよね。ああ、はい、おお、パルポンテカードは捨てる。いい値段するんだけどね。おお、くじ引きの値段がもう8000万まで上がってる。カードなぜかね、2段準備的な感じで買うよね。あ、塩ラーメンね。はいはい、潜水艦カード使っちゃいましょう。カード屋があればね嬉しいんだけどね。どうだろうね、久々ですよね。初期の頃以来かな。カード屋さん、カード屋さん、お金なんかよりカード屋さんがいい。何も見つからんパターンか。あー、何も見つからんパターンかな。何パターンかあるらしいんですけどね。財宝見つけたりとか。おお、来た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 。はいはい、カード屋さんがいいな。あ、なんかあれ、あ、来た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 。うん、望みカード3枚のスペカードを、2枚にします。はい、うん、であとスペカード2枚ね。再開発、あー、売るんですよね。進行形になるかいらない。はい、でどこに出てくるの、同じとこ。ああ、そっかそっか、まだグアムにも1個モーリング券エマさん持ってるんですよね。まあ8マスだったら大丈夫。
はい、ここにかかってますね。では望みカードで大きい数は20マス20マス、網走北見、おーしょ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 、ちょっと待ってね。うん、北見がいけるから、ここ何言ってんの、普通のカードか、ここも普通だったよね。買収カードは北海道なかったんだっけ。エリモンとも、ここもそうやね。よし、北見行きましょう。リニアカードとか当てんちゃうのこれ、やめてよ。おお、よかった。12マスね。ああ、なるほど、66でゴールですね。の半分だったね。ああでも6進めるカードは持ってなかったな。よく見ながら進めていきましょう。 1,2,3,4,5、 あー、わかないわ。6マスでいける。富良野は3マスで、網走1マス、 1,3,6 か。約半分の確率ね。普通に振りましょう。ね、網走はね有名ですよね、ニポポ人形と。これなすりつけられちゃうね。あ、つけ、あー、そうかそうか、位置やから一緒なんだ。ちゃうんだよね。あ、出さなかった、よかったよかった、まだいける。はい、わかないがね届かなくなったんで、 1,2,3,4,5,6,7 マスね。富良野が4マスなので、まず富良野に行ってから 1,2,3,4、 ああ、そうですね。富良野、小樽もまだ、ああ、買収できてないんだ。
邪魔やね、寿司屋横丁が。1,2,3,4,5 マスなんで、はい、制覇までとはいかなかったけどね。小樽が残っちゃった。さあ追い上げてきたね。逆を言えばね、乗り物件ないんで、お、早いよ。さあ前回はね、文句なしのド直球キングボンビーでしたけどね。おー、セーフか、からの、からの、からの、おー、ここへ見て、ミニボンビーのパーセンテージもまた上がってるね。どんでんが、まあ、エマさんだったらしょうないか。あ、オーバーだ。さあそしてね、2年連続の共作ね、1,2,3,4,5 5マス。よし、これで変えた。稚内も制覇。はあ、これで、まあゴールはね、まあ買い占められるけど独占ではないからね。うわー、一マス手前か。みんななかなかつけないパターン言ってるね。これつけたら美味しいんだけどね。あー、オーバーしたか。そうだね、しょうがないね。you
気ゼロやね。あ、佐久間さん次行かれる。しょうがないね。はい。あー、カード買っとこうか。で、ブロックカードとね、これだけ持っとけばいいわ。あー、やられた。早いね。ついてるっていうかね、なんかこの辺はデッキレス的なとこあるよね。さんはまあ潰れてくれたけど、次佐久間さんがあと3年でボンビー引く可能性があるのかっていうところやね。北海道は青太郎が残っちゃったね。はい、どこですか。あー、待って、塩ラーメンか。ほいほい。お、徳島ね。なくなってくれた方が早いんだけどね。独占されてないとして、ここと外国ぐらいしかないんで、失敗。あー、成功した。もう買収カードで抑えていくしかないね。あ、ちょっと待って。1,2,3,4,5,6 3か6。半分の2。あー、2か。あー、フラノ。家具屋さんでもいいから。これ小樽の次ね、分かんないって分かってたらあの時渡ってたんだけどね。まあそういうもんなんだろうね。おー、なるほどね。あー、クラスの駅に行ったカードを買うんじゃなくて。
回避したいからね。ああ届かないんだ。2射択一になるんでね。ほうほう、ああブロックカードね。あ、いったんじゃない？ああ一緒のとこだ。これああ8億で済んだか。さあラストターン決めときたいね。16です。ああ無理だね。3か4だね。出しそう。ああ出さない。はい決算ですね。久々のペペペマ。収益額ですね、1432億6450万ということですね。5% でした。はい。総資産が4兆3000トンで55億の4310万円ということですね。はい、この辺はもういいですね。はい、ではセーブして終わりたいと思います。96年目だから残りあと3年ですね。ラストスパート、さあどこまで全部券抑えるのはやっぱり厳しいかな。どっちか抑えたいよね。北海道全部、あ北海道全部厳しいか。これはね、佐久間さんにトラブルがない限りまず無理でしょう。で徳島抑えようと思ったら買収カードがまた何枚かいるっていうのがありますからね。その辺ちょっと兼ね合い見ながらいきたいと思います。まだ小樽の次、あ小樽じゃないわ、稚内の次のゴールが分かんないですからね。まあ成り行きはちょっと見守っていただければと思います。それではありがとうございました。さよなら。